てのニュースです。スマイレージはどうやらメイド喫茶で働きたいという情報が入ってきました。池袋にあるメイドリーミーっていうメイド喫茶があるんですけど、そこにいるメイドさんのオトちゃんっていう子に会ってみたいんです。なんかオトちゃんはこうライブとかを始めるんですよ。その中でライブ中になんかこうハイタッチしてくれたり、ジュースとかもみんなに超丁寧に可愛い笑顔で渡してくれるから、私もオトちゃんにジュースとか渡されたいです。似合いそう。でも逆に働くのも似合いそうよ、うん。でも優香似合いそうな。優香似合いそう。でもあれでしょ、メイド喫茶ってあの無知で刺されたりするんですよ。そちゃう。ダメ、今のはやめてください。